サポートシステムスイッチオン。ふるさとの星からのメッセージ。小林まどか。第4章。恋愛に行き詰まると決まっていくのは。私の人生、思い返すと、悩み、苦しみ、学び、立ち上がるというきっかけは、恋愛を通してがかなりの割合を占めており、恋愛に悩むと決まって友達と占いへ通ったりもしていました。占星術、タロット、易経、四柱推命、手相、などなどいろいろ網羅。あるいは恋愛に行き詰まるとふらふらーっと吸い寄せられるように本屋さんの精神世界のコーナーへ行き、潜在意識、神様からのメッセージ、男女の脳の違いのものなど参考になりそうな関係の本をたくさん読み漁っていました。きっと仕事も恋愛も順風満帆であったのなら、こんなに本を通してスピリチュアルなものへの造形も深めていなかったと思います。また、過去世というものを知ってからは、その時付き合っていた人との出会いのルーツが気になったり、過去世での関係が気になったり、あるいは自分がそう思い込みたくて、この彼は絶対に運命の人だ、なんて無理やりこじつけて、その結果自分ががんじがらめになってしまったり、そんな失敗もたくさんしてきました。とにもかくにも私の場合、恋愛を通して自分を知るということがかなり深められた気がするので、今考えれば様々な恋愛による悩みのおかげで、そうした世界の意識を開いてもらえたのだと思います。ある時期なんて、紹介されたよく当たる占い師のおじさんのところへ行き、そのおじさんが希望を持てることばかり言ってくれるものだから、当時好きだった相手より、なんならその占い師さんのおじさんとの方が、よっぽど直接会話をしていたなんていう時もありました。占いが悪いというのではもちろんありませんが、思い切り、占いに依存してしまっていた時期があったのは事実です。その点、ワイス博士で知ったヒプノセラピーは、人から何かを言われるのではなく、あくまで自分が感じたものを黒子となってガイドしてくれる役割のヒプノセラピストによって進められていくというものなので、依存するということにはならず、私にはとても合っていました。実際、ヒプノセラピストとして自分でも周りにセッションができるようになりたいと思い、セラピスト養成講座を数日間友達と受けに行ったこともあります。そのおかげで自分自身でヒプノをできるようになり、私は勝手にセルフヒプノと呼んでいるんですが、瞑想しながらセルフヒプノをして、様々なメッセージや答えを受け取るきっかけにもなったので、ヒプノセラピーというものが私にとってすごく大きな意味を占めるものとなりました。